ノーベル賞の運営団体、ノーベル財団は2日、平和賞を除く5部門の受賞式へのロシア大使らの招待を撤回すると発表しました。ノーベル財団は、先月31日にスウェーデンとノルウェーに駐在する各国の大使全員を、スウェーデンで行われる受賞式に招待する方針を打ち出していました。しかし、 スウェーデンのクリステション首相や世論の反発を受けて、ロシア大使の招待を見送ることに方針を転換しました。ベラルーシやイランの大使も招待されません。一方、ノルウェーで開かれるノーベル平和賞の受賞式には、ロシア大使らを含む大使全員が招かれます。